九州新幹線九州新幹線桜島を前に、鹿児島中央駅に到着する n 7 0 0系九州新幹線は、福岡県福岡市博多区の博多駅から、鹿児島県鹿児島市の鹿児島中央駅までを結ぶ、九州旅客鉄道の高速鉄道路線、及びその列車である。直通運転を行っている、山陽新幹線と総称して、山陽、 九州新幹線とも呼ばれる。整備新幹線としての九州新幹線のうち、鹿児島ルートと呼ばれていた区間に相当し、旅客向けには単に九州新幹線と案内されている。1972年に全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により工事され、 1973年11月13日に整備計画が決定された五路線の路線の一つである。国鉄の財政悪化により建設が一時凍結されたが、1991年に八代西郷島間がスーパートッキュ方式で着工された。その後、起点が新八代に変更され、1998年に新八代駅船小屋信号場が スーパー特急方式で着工2000年に残る博多駅船子や信号場間が着工同時に全区間がフル規格化された2004年3月に新八代駅鹿児島中央駅間がフル規格で開業したまた新八代駅では博多駅から新八代駅間の在来線特急リレーつばめと同一ホームで接続することで 博多駅鹿児島中央駅間の所要時間は大幅に短縮された。その後、2011年3月に博多駅から新八代駅間が開業し、九州新幹線は整備計画の決定から38年を経て全線開業し、同時に山陽新幹線との直通運転を開始した。鉄道建設、運輸施設整備支援機構が鉄道施設を建設。 保有し、九州旅客鉄道により運営されている。整備新幹線としての九州新幹線には、鹿児島ルートの他に、福岡市と長崎市を結ぶ西九州ルートがあり、整備計画では、西九州ルートは、福岡市分岐点間を、鹿児島ルートと共用する計画となっている。2022年秋には、竹雄温泉駅長崎駅間が、西九州新幹線として、 開業予定であるが、鹿児島ルートと分岐する先の新都市、竹温泉間の整備方針は2018年時点で未決定である。九州新幹線独特である一部が空洞のスラブ軌道。費用削減のため一部を空洞にしている。九州新幹線最長の筑紫トンネル東海道、山陽、九州新幹線の最後の距離表。 東京駅起点 1325.9km を示す全線を本社鉄道事業本部内の新幹線部が管轄している。ただし、博多駅から博多総合車両処分機にかけての区間は JR 西日本新幹線鉄道事業本部の管理に置かれており、博多駅から博多総合車両処分機の間は博多南線と線路を共用するため、 博多南駅から400メートルほど新都市寄りに会社協会が存在する。ただし、九州新幹線上には博多南駅は存在せず別系統である。博多駅から新八代駅間の約3割、新八代駅鹿児島中央駅間の約7割がトンネル区間で構成され、山陽新幹線と同様に総延長の半分が トンネルで占められる路線である。公費を節減するために新幹線としては、やや簡素な仕様で建設されている部分があり、筑子トンネル、博多川高校側や、新八代駅鹿児島中央駅間に、新幹線では、最急の35%パーミル港バイク間が設けられる、などの影響が出ている。構造種別延長割合は、以下の通り。博多駅を除く各駅のホームには、 可動式安全策が設置されている。また、博多駅以外のホーム有効長は8両分だが、新都市駅、熊本駅と鹿児島中央駅は10両分まで延伸可能な構造となっている。通過線を許する駅は存在しない。2011年現在、九州新幹線内におけるすべての定期旅客列車が停車する駅の概要を記す。 いずれも県庁所在地の駅となっている。前述のように急行バイク間が多い路線のため、対応可能な車両として 800K と N700K7000.8000 番台が開発、製造された。九州新幹線の発車メロディや車内メロディには、全曲キーボーディストの高谷実が作曲した曲が採用されている。車内メロディは、 標準メロディ及び博多、熊本、鹿児島中央それぞれの駅の発車、到着用特別メロディの計4曲があり、熊本駅到着時は、おてもやん、鹿児島中央駅到着時は、おはら節をアレンジしたものが使用される。発車メロディは、熊本駅と鹿児島中央駅は前述のアレンジのメロディ、JR 西日本管轄の博多駅では、五代後の銀河鉄道39。 他の駅はすべて、ザ・ジャーニーとなっている。九州新幹線の全線開業前は、全駅において発車メロディー、車内メロディーに、高谷ミノルが作曲した、風は、南から、が使用されていたが、全線開業を機にすべて新しいメロディーに切り替えられた。ザ・ジャーニーと、風は、南からは両方とも一曲として仕上げたバージョンがあり、iTunes ストアなどで販売されている。 なお、JR 西日本所属車では、博多、熊本、鹿児島中央各駅用の特別メロディは流されず、車内メロディは、いい日旅立ち、西へ、が、九州新幹線内でもそのまま使用されており、途中駅用と、始発、終着駅用の二つの区別しかない。九州新幹線が全線開業した2011年3月12日に、ダイヤ改正が実施され、 山陽新幹線との直通運転が開始された。また、博多駅始発、終着の列車についても博多駅での接続が考慮されたダイヤが組まれている。水穂、水穂は、新大阪駅鹿児島中央駅間で、運転されている山陽、九州新幹線直通列車で、この区間における、最速達列車である。種別カラーは、オレンジ色。1日に、 定期列車8往復が運転されている。九州新幹線内での停車駅は、博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅に全列車が停車し、一部の列車は、久留米駅、川内駅にも停車する。所要時間は新大阪駅鹿児島中央駅間が、最速3時間42分、新大阪駅熊本駅間が、同2時間57分。 博多駅鹿児島中央駅間が同1時間17分、博多駅熊本駅間が同32分。車両は N700K7000 番台、8000番台が使用されている。当初、山陽九州新幹線直通列車は桜のみと発表されていたが、競合する航空機路線の対抗策として同列車が新たに計画された。 水穂の定期列車はすべて新大阪駅鹿児島中央駅間の運行である。桜、桜は水穂とともに新大阪駅鹿児島中央駅間で運転されている産業、九州新幹線直通の速達タイプの列車、または九州新幹線内で運行されている速達タイプの列車である。種別カラーはピンク色。 車両は N700K7000 番台、8000番台と 800K が使用されている。九州新幹線内の桜は博多駅鹿児島中央駅間で1時間に2本運転されている。このうちの1から2本が山陽新幹線の新大阪駅まで直通運転を行っており、広島駅発着の列車も1往復ある。九州新幹線内では 博多駅、新都市駅、久留米駅、熊本駅、川内駅、鹿児島中央駅に全列車が停車し、1時間に2本のうち1本が、熊本駅鹿児島中央駅間の各駅に停車する。このほか筑後線小屋駅、新大牟田駅、新玉名駅に新大阪駅発着の列車が1日に、2往復停車し、このうち上下各1本は、 博多駅、熊本駅、間の各駅に停車する。列車名は、公募により決定し、2009年2月26日に、発表された。桜の名称は、応募総数168,951通の、うち最多となる7,927通を獲得し、新車両のコンセプトである、日本の美しさに合致することからも選ばれた。つばめ、つばめは、 博多駅鹿児島中央駅間で運転されている各駅停車タイプの列車で運行する区間の全駅に停車する種別カラーは水色部分開通時の新幹線列車名は即達各駅停車問わずつばめで統一されていたが全線開通後つばめは全区間各駅停車として運行している2012年3月17日のダイヤ改正より 上り2本が山陽新幹線に乗り入れ、うち1本は小倉駅、もう1本は新下関駅で運転されていた。2013年3月16日のダイヤ改正で、一旦山陽新幹線への乗り入れがされなくなったが、2017年3月4日のダイヤ改正で朝に1本のみ、 小倉駅として復活した。九州新幹線内の全区間で運転されるが、日中は、新八代駅鹿児島中央駅間へのアクセスは、熊本駅鹿児島中央駅間の各駅に停車する。桜が、ツバメの代替となる形でになっており、鹿児島中央駅発着の、ツバメは、朝、夜の運行に限定される。従って、日中の、ツバメは、 博多駅熊本駅間で運転されており、主にこの区間の地域間輸送としての役割を担っている。また、下り始発と上り最終は、川内旧車両基地への入出庫列車として、川内駅鹿児島中央駅間の一区間運行になっている。車両は主に8 0 0系が使用されるが、朝夕の通勤時間帯などでは、n 700 7 0 0系7 0 0 0番台。 8000番台も使用されている。九州新幹線は2016年4月14日夜に発生した熊本地震によって全線運休となり、同年4月20日に新水俣駅、鹿児島中央駅間4月23日に博多駅熊本駅間4月27日に熊本駅から新水俣駅間の運行が再開されたが4月28日に 桜、水穂の運行及び、山陽新幹線との直通運転が再開されるまでは、全列車、燕として運行された。山陽新幹線の影響で、昼間時間帯は、毎時の発車時刻、到着時刻がほぼ一定のダイヤが組まれているが、朝晩は、桜の停車パターンが若干変化したり、九州内で完結する、速達タイプの桜の一部が、 博多熊本、鹿児島中央のツバメとして運行されたりと、やや変則的なダイヤとなっている。九州新幹線内完結の列車は、ほぼ全列車が、博多駅で、東海道、山陽新幹線、のぞみなどと、同一ホームで接続している。以下は2021年3月13日ダイヤ改正時点の、日中の1時間帯の平均的なダイヤパターンであり、 時間によって着発時刻は若干異なる場合がある。停車、1日一本停車、通過、臨時列車、日中の一部の時間帯では運転しない2020年3月16日ダイヤ改正時点における、号数の割り当ては次の通り。列車番号は、山陽新幹線直通列車は、号数 A、つばめと新下関駅、博多駅発着の、桜は、 五千号数 A が割り当てられている。校舎の一部列車の号数は、東京駅から新大阪駅間の臨時、のぞみと重複しているが、列車番号の重複はない。九州新幹線と山陽新幹線では1時間に1の2本程度の直通運転を行っているが、それ以外の列車は、基本的に、博多駅始発、終着の、 桜、めとなる。これに伴い、博多駅始発、終着の列車は、ほとんどの列車が、のぞみなどの東海道、山陽新幹線方面の列車と、同一ホームで接続しており、山陽新幹線との直通列車がほとんど停車しない、駅との乗り継ぎの便宜や、九州新幹線と乗り入れを行っていない、 東海道新幹線区間にへの需要にも対応する。また、新都市駅から新玉名駅間の各駅では、開業当初駅の電光掲示板、校内放送などでも、この列車は、博多駅で、のぞみ号東京業と接続していますと案内されていた。しかし、2012年3月17日のダイヤ改正で、九州新幹線内完結列車の多くが、 行き止まりの博多駅11番線で折り返すようになったため、それまで可能だった同一ホームでの乗り継ぎが不可能になる列車が増え、さらに熊本駅かご島中央駅間各駅停車の桜に接続していたのぞみの一部がこの改正で削減対象になったため乗り継ぎ自体が不可能となってしまう事例も発生した。九州新幹線では 各駅停車専用の列車として、つばめが運行されているが、戦術の通り、つばめは、博多駅熊本駅間での区間運行が大半であり、熊本駅鹿児島中央駅間では、博多駅熊本駅間速達の、桜が、各駅停車として運行される。このため、筑後線小屋駅、新大武田駅、新玉名駅に停車する列車は、 それぞれ1日1往復停車する、鹿児島中央駅から新大阪駅間の、桜と、博多駅鹿児島中央駅間を運行する上り6本、下り2本の、ツバメを除き、大半が、熊本駅発着となっている。そこで、熊本駅発着の、ツバメと熊本駅鹿児島中央駅間で、各駅に停車する、桜は、一部を除き、 熊本駅の同一ホームで接続をとっており、新都市駅から新玉名駅間の各駅の電光掲示板や校内放送でも同一ホーム接続の列車については、この列車は熊本駅で桜郷鹿児島中央行と接続しています、などと案内されていた。なお、水穂が運転される時間のうちのめに関しては、 鹿児島中央駅発着の上下各一本が、熊本駅で、水ほど接続している。九州新幹線は、2004年3月13日に、部分開業され、新八代駅鹿児島中央駅間で、営業運転を開始した。当時はまだ、博多駅から新八代駅間が未開業であったため、現在とは全く異なる形態で運行されていた。いかに、 部分開業から全線開業までの約7年間実施された運行外況を記す。ツバメ発車表ではリレーツバメ区間も含めて1本の列車であるかのように案内されていた。ツバメは新八代駅鹿児島中央駅間の部分開業と同時に運行を開始した。上下ともに毎時2本が運行され、通過駅のある速達タイプと 各駅停車タイプがそれぞれ毎時一本運行されていた。東北、上越、長野新幹線同様、速達タイプと各駅停車タイプで同一名称が用いられていた。また、列車番号の後ろにつく英字も A ではなく F が使用されていた。博多駅から新八代駅間では、在来線特急、リレーつばめが運転され、新八代駅でリレーつばめと、 同一ホームでの対面乗り換え方式で接続し、ツバメとリレーツバメは一体的に運行されていた。速達タイプは基本的に川内駅のみ停車。接続するリレーツバメも鹿児島本線区間では停車駅の少ない速達タイプで運行されていた。各駅停車タイプもリレーツバメと接続が基本であった。 ツバメの名称は一般公募で列車名を募った際の第5位の得票数であった。最多得票を集めたのはハヤトであったがスピード感があり、また南から北上して春を告げる鳥というイメージと戦前から長年使われてきた伝統ある列車名であることから採用された。ダイヤパターンと停車駅開業時から規則的なパターンダイヤを導入していたが、 在来線と一体的な運用を行っていたことから、他の新幹線と比べて、毎時の発車時刻、到着時刻はあまり一定していなかった。以下は、当時の昼間時間帯の平均的なダイヤパターンである。停車、通過号数の振り方2010年3月13日ダイヤ改正時点の号数の割り当ては次の通り。は、接続する、在来線特急。 リレーつばめの始発、終着駅。九州新幹線鹿児島ルートが、全線開業し、山陽新幹線との直通運転を開始した。山陽新幹線との直通列車は、水穂4往復、桜11往復の、計15往復が設定された。ダイヤパターンと停車駅、停車、どちらかの駅に停車、最低1本は停車、通過、どちらか運行。 臨時列車号数の振り方ダイヤパターンと停車駅、停車、いずれか停車、1日1本停車、通過、臨時列車、朝夕に運行号数の振り方2012年3月17日ダイヤ改正時点における、号数の割り当ては次の通り。ダイヤパターンと停車駅、停車、1日1本停車、通過、臨時列車、日中の一部の時間帯では運転しない号数の、 振り方2017年3月4日、ダイヤ改正時点における合数の割り当ては次の通り。福岡鹿児島福岡県鹿児島県間の公共交通機関分担率の変化は、八大西鹿児島間がスーパー特急方式で着工された1991年度は、航空40%、鉄道50%、乗り合いバス10%、 全区間フル規格化が決定された2000年度は、航空40%、鉄道47%、バス13%であったが、部分開業後の2004年度には、航空16%、鉄道66%、バス18%と鉄道が増加、航空が減少し、全線開業後の2012年度では、航空3%、鉄道84%、 バス11%と鉄道がさらに増加し、航空は5%以下となった。運行本数の変化は、1991年10月時点では、鉄道が15本、航空が10本、高速バスが18本、2000年10月時点では、鉄道が16本、高速バスが24本、航空が13本であったが、2004年10月時点では、鉄道が30本と、 大幅に増加し、高速バスも24本に増加、航空が8本に減少した。2011年3月時点では、鉄道が35本と微増、高速バスが24本と横ばいであり、航空が2本と、さらに減少した。鉄道利用実績は、2000年度時点では83万人で、あったものが、 部分開業後の2004年度には142万人と大きく増加し、全線開業後の2011年度には207万人とさらに増加し、2013年度には204万人と開業前の2倍以上に増加している。また、定期利用についても2000年度はほぼ0人であったものが、2011年度には1.20万人に増加し、 2013年度には2.26万人となっている。熊本鹿児島熊本県鹿児島県間の運行本数の変化は、八大西鹿児島間がスーパート急キュ方式で着工された1991年10月時点では、鉄道16本、高速バス10本、全区間フル規格化が決定された2000年10月時点では、鉄道16本、 高速バス10本であったが、部分開業後の2004年10月には、鉄道が32本と2倍に増加した一方、熊本鹿児島間の高速バスは廃止され、代替として、人吉鹿児島空港間12往復の路線が開設された。4年後の2008年10月に、霧島号は運行を再開した。福岡熊本福岡県熊本県間の、 公共交通機関分担率の変化は、全区間がフル規格着工された2000年度には、鉄道71%、乗り合いバス28%、航空1%であり部分開業後の2004年度は、鉄道63%、バス36%、航空1%、全区間開業後の2011年度でも、鉄道65%、バス34%、 航空1%とほぼ横ばいである。運行本数の変化は、2000年10月時点では、鉄道41本、高速バス50本であったが、2004年10月時点では、鉄道が41本と、横ばい、高速バス80本と、大幅に増加し、2011年3月時点では、鉄道が65本と増加したものの、 高速バスも80本と多数運行されている。鉄道利用実績は2000年度時点では440万人で、あったものが全線開業直前の2010年度には402万人と、緩やかな減少傾向が見られていたが、全線開業後の2011年度には460万人と、増加に転じ、2013年度には503万人に、増加している。また、 定期利用についても2000年度は102万人で2010年度には113万人であったものが2011年度には146万人に増加し2013年度には167万人に増加している福岡宮崎博多駅宮崎駅の営業キロは 日豊本線経由で 405.5km であり、九州新幹線開業前の2002年10月時点では、日豊本線経由で所要時間が5時間23分であったが、全線開業後の2014年10月時点では、九州新幹線と高速バスを新八代駅で乗り継ぐ経路が陸上では最速となり、所要時間は下り最短で2時間58分となった。 関西熊本関西熊本間の公共交通機関分担率の変化は全区間がフル規格着工された2000年度には航空が77%と最も多く鉄道20%乗り合いバス3%であり部分開業後の2004年度も航空が72%と依然として最も多く鉄道が24%と微増バスが4%であったが 全線開業後の2011年度は、鉄道が57%、航空が42%と鉄道と航空の分担率が逆転し、バスは1%となった。大阪・熊本県間の運行本数の変化は、2000年10月時点では、鉄道30本、航空9本、高速バス1本であったが、2004年は、鉄道35本と微増。 航空9本、高速バス1本と横ばいで、2011年は、鉄道が56本と大幅に増加、航空9本、高速バス1本と横ばいである。翌2012年には、鉄道の直通本数が23本に増加したが、2014年から、関西国際空港熊本空港間で格安、航空会社が就航したことで航空の運航本数も微増している。 高速バスは夜行便のみが運行されている。鉄道利用実績は2000年度時点では21万人であり、全線開業直前の2010年度には35万人であったが、全線開業後の2011年度には73万人と2倍以上に大きく増加し、2013年度も73万人を維持している。関西鹿児島関西鹿児島間の 公共交通機関分担率の変化は、全区間がフル規格着工された2000年度には、航空が92%と最も多く、鉄道6%、乗り合いバス2%であり、部分開業後の2004年度も航空が88%と、依然として最も多く、鉄道が9%と微増、バスが3%であったが、全線開業後の2011年度は、 航空が63%に減少、鉄道が36%と増加し、バスは1%となった。大阪・鹿児島県間の運行本数の変化は、2000年には、航空12本、鉄道11本、高速バス2本であったが、2004年は、航空13本、鉄道19本と増加、鉄道が19本、バス2本と横ばいで、2011年は、航空が12本、 鉄道が30本と増加、バス2本となった。翌2012年には、鉄道の直通本数が23本に増加したが、同年に、関西国際空港鹿児島空港間で、LCC が就航したことで航空の運行本数も微増している。高速バスは、夜行便のみが運行されている。 鉄道利用実績は2000年度時点では9万人であったものが部分開業後の2004年度は14万人に増加し全線開業後の2011年度には57万人と大きく増加したが2013年度は47万人に減少している2004年の新八代駅鹿児島中央駅間開業時に並行在来線のうち鹿児島本線八代駅 川内駅間が第3セクターの日刊オレンジ鉄道線として経営分離された。この区間では特急列車の間合いなどが不要となり、出水駅川内駅間で普通列車が6本増発されたが、経営分離された区間では運賃が約30%上昇した。輸送密度は経営分離後数年間は900人、日前後であったが徐々に減少し、 2012年度で765人、日と減少傾向にある。区間ごとの平均通過人員は以下の通り、運賃は営業キロに基づいて算出され、営業キロは並行する鹿児島本線と同一となっている。ただし、並行在来線が第三セクター化された新八代駅川内駅間は実キロで算出されている。新都市駅は、 鳥栖駅と新大牟田駅は大牟田駅と新玉名駅は玉名駅と同一位置とみなされて算出される。上限特急料金は三角表により各駅間個別に定められている。201km 以上の料金水準としては他の新幹線に比べてやや高めに設定されている。また座席指定の際は東海道。 山陽新幹線と同様に換算機、通常機、繁忙機の設定が行われており、換算機は一律200円引き、繁忙機は一律200円増しとなる。また、九州新幹線では、以下の特定特急料金区間が設定されている。隣接駅間の自由席特急料金上機を除く、50km 以下の区間及び、博多駅築後線小屋駅間、 博多駅から新八代駅間グリーン車を利用する場合には自由席特急料金と同額の特急料金に利用区間に応じたグリーン料金を加算した金額となる。グリーン料金を参照一部直通運転を行う山陽新幹線とは特急料金、グリーン料金の算出にあたって営業期路を通算せず 博多駅までのそれぞれの個別料金を合算する。特定特急料金の対象となる区間については、通常の計算ルールに基づく料金ではなく、特定特急料金が合算の対象となる。なお、九州新幹線と山陽新幹線を投資で乗車する場合の指定席特急料金については、 自由席特急料金の合算額プラス530円となるように低減措置が行われる。この場合の自由席特急料金は特定特急料金により算出された額のケースを含むため指定席特急料金の単純合算より1000円以上安くなる区間もある。この低減措置は山陽新幹線各駅と九州新幹線各駅の 間を乗車するときに適用され、東海道新幹線から投資で乗車した場合は、適用されない。水穂の指定席については、山陽新幹線区間で、のぞみと同じ料金表を用いるが、九州新幹線区間においては、桜、つばめと同じ料金表を用いる。詳細や、設定区間については、JR 九州の公式サイトなどを参照。 B&S 宮崎2枚切符博多駅から、新八代駅間の九州新幹線と、新八代駅前宮古シティ、宮崎駅間の高速バス、B、B&S 宮崎号を乗り継いで利用できる2枚、綴りの回数券。九州新幹線内では新八代駅を通過する、列車を含む、水穂、桜、つばめの普通車自由席に乗車できる。 普通車指定席を利用する場合は、指定料金券が、グリーン車を利用する場合には、グリーン料金券が必要となる。B&S 宮崎号は、全車指定席のため、あらかじめ座席の指定を受ける必要がある。早特往復切符出発日から起算して、指定されている日数以前に往復分の列車を予約、購入することで、 通常料金よりも割安な価格で購入できるタイプの企画乗車券である。当日まで購入可能な割引切ップよりもさらに割安な価格で設定されていることが特徴である。九州新幹線では以下の早得往復切符を販売している。九州新幹線では JR 九州インターネット列車予約での予約購入限定の割引切符が発売されている。 二枚切符や往復割引切符とは異なり、片道一名はからでも割安な価格で購入できることが特徴である。山陽新幹線と九州新幹線をまたぐ割引切符は JR 西日本のインターネット予約サービス E5489 でも予約、購入することができる。インターネット予約専用の割引サービスとして以下のものがある。 九州新幹線用 JR 九州管内の新幹線特急列車を JR 九州インターネット列車予約を利用して予約した場合に列車設備座席数を限定しての適用となる。下記の切符は小倉駅博多駅間も含め山陽新幹線には乗車できず利用区間に 同区間が含まれる場合は主に並行する、鹿児島本線の特急列車などが対象列車となっている。九州新幹線、山陽新幹線直通用九州新幹線と、山陽新幹線を含む JR 九州、JR 西日本、及び JR 四国の特急列車の相互利用で、JR 九州の、JR 九州インターネット列車予約。 JR 西日本の E5489 で予約した場合に適用される。以下は、九州新幹線の全線開業以前に発売されていた割引切符である。新幹線エクセルパス、九州新幹線用定期乗車券を新幹線エクセルパスとして発売している。新幹線エクセルパスは、水穂、桜。 つばめの普通車自由席に乗車可能で通勤用、通学用があり、期間は1.36ヶ月の3種類。定期券専用新幹線特急料金、回数券定期券専用新幹線、特急料金回数券は、普通定期乗車券に組み合わせて、九州新幹線の普通車自由席に乗車できる4枚、づりの新幹線特急料金回数券である。博多駅、 熊本駅、鹿児島中央駅を中心とした一部の区間に設定されており、該当する区間を含む普通定期乗車券にのみ、組み合わせて利用できる。在来線の駅が併設されていない新大牟田駅、新玉名駅については、大牟田駅、玉名駅を含む定期乗車券と、それぞれ組み合わせることができる。また、 定期券以外の乗車券、守護か定期乗車券と組み合わせることはできない。1969年5月30日に新全国総合開発計画が閣議決定された。この中で主要開発事業の構想として、福岡と熊本を結び、九州南部に至る九州新幹線鉄道の建設を進めるとともに、西九州新幹線鉄道、 東九州新幹線鉄道、九州四国連絡新幹線鉄道等の建設を図る。と現在の九州新幹線に相当する新幹線鉄道を含むいくつかの新幹線路線の建設構想が盛り込まれた。1970年に全国新幹線鉄道整備法が交付された。この法律により、逼迫する幹線の輸送力増強を目的とした。 東海道、山陽新幹線とは異なり、経済発展や地域の振興を目的とした新幹線の建設が行われるようになった。1972年6月29日に基本計画が決定、7月3日に全館法第5条第1項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により、北海道新幹線、 北陸新幹線、九州新幹線の3路線の基本計画が告示された。この基本計画において、九州新幹線は、福岡市を起点として、鹿児島市を終点とすることが示された。翌年の1973年11月13日には、前述の3路線に加え、東北新幹線、九州新幹線を含む5路線の整備計画が、 決定された九州新幹線は主要な経過値として、熊本市付近、川内市付近が示され、建設主体は、日本国有鉄道とされた。国鉄の経営悪化などを背景に1982年9月の臨時行政調査会の基本答申に沿って、九州新幹線を含む整備新幹線計画を、当面見合わせる、閣議決定がなされた。 1986年8月に、八代西鹿児島間の認可申請が行われた。国鉄改革や行財政改革の進展、沿線地域の建設促進への強い要望などを背景に、1987年1月に、整備新幹線見合わせの閣議決定が変更され、九州新幹線の建設に道が開かれた。しかし、建設費を削減するため、 いわゆる、運輸省案が考案され、九州区間については、以下のような案が検討された。九州では、博多鹿児島間の旅客流動が大きく、博多での乗り換えを解消する、必要性は低いことから、時間短縮効果の大きい八大西鹿児島間に、新幹線と同じ規格の新線を建設するが当面、狂気を付設する、新幹線鉄道規格新線による整備を行い、 博多西鹿児島間に最高速度実速 200km のスーパー特急を運行するとされた。これにより博多西鹿児島間は4時間6分から2時間7分に短縮されるとした。1987年4月に国鉄が民営化され、国鉄が建設主体とされていた九州新幹線は日本国有鉄道改革法を通し広報の 不足により、九州旅客鉄道が建設主体とされたが、同年9月に施行された、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている、新幹線鉄道の建設に関する事業の日本、鉄道建設公団への引き継ぎに関する法律により、九州新幹線の建設は、日本鉄道建設公団に引き継がれた。1988年8月31日の、 整備新幹線の取り扱いについてにおいて、整備新幹線着工優先順位が示され、1として、北陸新幹線、高崎軽井沢間の標準基新線、なお軽井沢長野間の取り扱いは1998年当期、五輪の開催地決定を考慮して3年以内に結論を出す。1として、高岡金沢間の新幹線企画新線。2として、 東北新幹線。3として、九州新幹線。4として、糸井川魚津間の新幹線企画新線とされた。1989年1月17日の政府、与党申し合わせにおいて、整備新幹線の建設主体などなどが示された。整備新幹線の事業費は JR、国、沿線の地方自治体の負担とすること。建設主体は、 日本鉄道建設公団とし、建設した鉄道施設を公団が JR に優勝で貸し付けること。北陸新幹線、高崎軽井沢間を平成元年度から本格的に着工すること、合わせて南工事推進事業としてサトンネルについても平成元年度中に着手することなどが示された。1989年6月に南工事推進事業として 出水川内間の第3紫小山トンネルの着工が認可された。1992年に新幹線直通線や新幹線鉄道規格新線による暫定整備計画を決定できる要全管法が改正された。昭和63年の整備新幹線の取り扱いについてにおいて優先順位3位であった九州新幹線は、 1991年8月に、八代市鹿児島市間の暫定整備計画が決定。その後、八大西鹿児島間 125.2km の工事実施計画が認可され、9月に、起工式が行われた。新八代西鹿児島間は、鹿児島本線船長駅の南方約 1km 付近に新設される北八代信号場を起点に、西鹿児島駅に至る。 路線延長約1 2 8トルの計画であった。1996年12月25日の整備新幹線の取り扱いについて政府与党合意では九州新幹線の新規着高区間として船小屋から新八代間の新幹線鉄道企画新線が示された。平成八年の合意に基づいて百九十八年一月に政府 与党整備新幹線検討委員会における検討結果が公表され、従来の整備新幹線計画が維持されていることを確認した上で新規着工区間が示された。同年3月12日に船小屋から新八代間の暫定整備計画が決定された。船小屋から新八代間は、鹿児島本線線小屋駅の南方約1トルに、 新設される南線小屋信号場で分岐し、季節の熊本駅を経由して新八代駅に至る路線延長約 83km の計画であった。2000年12月18日の整備新幹線の取り扱いについて、政府、与党申し合わせにおいて、九州新幹線の新八代西鹿児島間について、古化し、平成15年度末の完成を目指すとされた。 博多から新八代間についても、古かし、今後おおむね12年後の完成を目指す、交通結節点として新都市駅の整備を行うと、された。翌2001年4月には、九州新幹線、博多西鹿児島間全区間が、標準基新線による、工事実施計画の追加認可を受け、着手した。2003年10月1日に、 鉄道建設、運輸施設整備支援機構が設立され、日本鉄道建設公団は解散した。これにより、九州新幹線の建設、貸付業務は機構に引き継がれた。新八代駅での対面接続の様子2004年3月12日に、九州新幹線新八代駅、鹿児島中央駅間が開業した。新幹線開業に伴い西鹿児島駅は、 鹿児島中央駅に改称した。これにより、新八代駅鹿児島中央駅間の所要時間は2時間2分から34分となった。新幹線、つばめは新八代駅鹿児島中央駅間で運行され、新八代駅では、博多駅から新八代駅間の在来線特急、リレーつばめとの同一ホームによる対面乗り換えが開始された。これにより、 博多駅鹿児島中央駅の所要時間は3時間に40分から1時間30分、短縮されて2時間10分となった。また、新八代駅で接続する新幹線、つばめと在来線特急、リレーつばめに、同一の号数をあり当てる、乗車券と在来線特急券、新幹線特急券を1枚の切符として発券する、指定席においては2つの列車を同一座席で、 発売をするなど乗り換えの負担低減が図られていた。2004年12月16日の整備新幹線の取り扱いについて政府与党申し合わせにおいて九州新幹線博多から新八代間については平成22年度末の開業を目指すとされた。2011年3月12日に九州新幹線博多駅から新八代駅間が開業し、 九州新幹線は全線開業した。これにより、博多駅鹿児島中央駅間が53分、短縮され1時間19分に、博多駅熊本駅間が40分短縮され33分となった。また、山陽新幹線との直通運転を1日あたり15往復開始したことで、九州と関西地区の所要時間も短縮され、 新大阪駅鹿児島中央駅間が1時間17分、短縮され3時間45分に、新大阪駅熊本駅間が58分、短縮され2時間59分となった。翌2012年春のダイヤ改正時には、新八代駅構内の改良工事が完了したことで、所要時間がさらに短縮され、新大阪駅鹿児島中央駅間が、 最速3時間43分となった。また、直通運転用の車両が増備され、山陽新幹線との直通列車は23往復となった。熊本地震による被災と、復旧2016年4月14日21時26分に発生した M6.5 最大震度7の前進。 および16日1時25分に発生した M7.3 最大震度7の本震など一連の平成28年熊本地震により九州新幹線は大きな被害を受けた4月14日夜の前新発生時に九州新幹線では9本の列車が走行していたがそのうち熊本駅から熊本総合車両所に向かっていた回送列車が熊本駅から 鹿児島中央駅方、約 1.3km の坪井川橋梁上で、脱線し、その車両は16日未明の本震により、最大 23cm 動いた。その他の全列車は、地震感知による、送電停止により緊急停車し、脱線することはなく、駅間に停車した列車の乗客の救済は、翌朝までに完了した。 地上設備においては橋脚受け部の破損、防音壁の落下等が生じたが、九州新幹線の構造物は1995年の兵庫県南部地震級の地震に耐えられる基準で設計されていたことから構造物の基本的な部分に関する致命的な損傷は少なかった。駅部では熊本駅や新八代駅で損壊が生じた。また、 回送列車が脱線したことで軌道の損傷が生じた。脱線した回送車両は河川橋梁上であり大型クレーンが近づくことができないため、脱線復旧機材を用いて初め線した後、モーターカーによる牽引で一両ずつ、熊本総合車両所に搬入された。熊本県以外では被害はほぼ,ぼ生じなかったが、脱線箇所が 熊本総合車両所に近く、車両の出入区に支障をきたした影響で車両の検査ができず、前線で運転再開ができなかった。その後、4月21日に新宮又駅、鹿児島中央駅間で23日午後に、博多駅熊本駅間で27日午後に、熊本駅から新宮又駅間で運転を再開し、九州新幹線は、 地震発生から13日後に全線で運転再開を果たした。翌28日には山陽新幹線との相互直通運転を再開した。ただし、一部区間では助行運転を行い所要時間が通常より長くなる。運行本数が通常の約9割になる。通常は鹿児島中央駅発着の一部列車が熊本駅発着になるなど。 変速的なダイヤで運転された。この時の指定席特急券などの取り扱いについては、山陽新幹線との直通列車は、通常通り指定券を発売していたが、九州新幹線内のみを走行する列車については、普通車は全車自由席とし、グリーン車は車内でのみ、グリーン券を発売するといった対応を行っていた。7月4日からは通常ダイヤの本数、 運転区間に戻り、九州新幹線内のみを運行する列車の指定席券の販売も再開された。熊本駅から新八代駅間では、この後も一部区間で引き続き助行運転を行い、鹿児島中央駅発着の列車は、所要時間が通常より数分伸びた状態で運行していた。2017年3月4日から地震により被害を受けた。 設備の補修や、脱線防止ガードの付設など復旧、地震対策作業が完了することに伴い、熊本駅から新八代駅間の一部で行われていた、徐行運転を解除し、所定の速度での運転を再開した。開業前、国鉄時代開業前、JR 九州、発足後部分開業後全線開業後キャッチフレーズ、イメージタレント JR 九州採用の、 イメージタレントとしては、部分開業後当初は、黒木瞳が登用された。その後、小西真奈美が2007年に担当している。一行、全線開業前後を含めて、タレントの登用はなかったが、2015年に、ドリームズカムトゥルーが起用され、キャンペーンソングの楽曲も提供している。2016年度は、 JR 九州公式フォトグラファーの肩書きで、ローラが起用された。また、沿線各自治体のうち、熊本県では、同県出身で以前より、熊本県宣伝部長を務めているスザンヌが、久留米市では新たに、久留米ふるさと特別大使に移植された、同志出身の田中玲奈が、佐賀県では新都市駅開業を見しおねえる、佐賀桜、ジェンヌに移植された、 同県出身の夢の聖火朝香マナトが全線開業に並行して自治体の PR を行っている。イメージソング全線開業のイメージソングとして春の工人が発表された中孝介、はじめ千歳の二人ユニットお中元名義でエピックレコードジャパンより2011年3月9日発売。全線開業後5年目を迎えた2015年には ドリームズカムトゥルーによるドリカム新幹線キャンペーンソングとして九州をどこまでもが発表され配信限定シングルとして同年4月8日にリリースされた CM 九州新幹線全線開業の2011年3月に合わせて JR 九州 JR 西日本で複数のバージョンの CM が制作された JR 西日本では 九州、直結、新幹線。キャンペーンの一環として、熊本、鹿児島への観光キャンペーン CM を制作している。CM ソングには、ゆずの、彼方を採用。東北地方太平洋沖地震の関係で一旦、放送が取りやめになったが、3月下旬から放送が再開された。JR 九州の CM で特筆されるのが、 JR 九州による全線開業記念イベント、祝。九州縦断ウェーブによる CM である。2011年2月の開業前に、鹿児島中央駅から、博多駅に向けて走らせた、特別列車に向かって沿線から手を振るなどの、パフォーマンスの様子を撮影したもので、テレビでは、 九州地で数回しか放映されなかったにもかかわらず、YouTube などで公開された CM の動画が大きな反響を呼んだ。そして、カンヌ国際広告祭2011に出展され、アウトドア部門にて、金賞、メディア部門にて、銀賞、フィルム部門にて同賞を受賞した。JR 九州では他にも、ジャクソン号の I want you back of BGM、e、として、 どうして立ち止まってるの未来は明るいに決まってるというキャッチコピーとともに、九州の歴史を振り返る30秒45秒バージョンの CM が放送された。映画映画、奇跡は、鹿児島ルート前線開業を記念して、JR 九州と JR 東日本企画が企画して制作された。主演は前田前田の二人で、2011年6月に、 全国公開された。九州新幹線の列車において実施される、休館搬送協力体制のこと。体調が悪くなった客が横になれるように、N700 系と800系新幹線車両に設置されている多目的室を活用し、対象は、新生児など周産期の緊急治療が必要な患者であるとされる。 もともと日本の患者の救急搬送体制には、救急車とドクターヘリ等があるが、それらは、数が少なく緊急時には利用することができなくなり、さらにはヘリでは急激な気圧変化が懸念され、陸上の救急車搬送では、振動や長い所要時間で患者に負担をかけることになる上、長距離、長時間運転を行うスタッフにも負担になるという問題があった。 そこで高度医療を担う病院が多い拠点と市総合間を短い所要時間で頻繁に結ぶ新幹線に注目し医療界が JR 側に協力を仰ぎ実現することになった。JR 九州では N700K と 800K の多目的室を活用し九州、山陽、東海道新幹線の電車を利用して九州各県総合及び九州各県から 近畿地方、関東地方の病院へ定員が必要な寝たきり患者を想定して患者を搬送している。二日前までの予約が必要であるが、JR 九州はなるべく前日や当日の要望にも応えていきたいとし、担当窓口に電話するだけで列車から駅構内の移動まで手配できる体制になっているという。JR 九州、JR 西日本、 JR 東海が協議した結果、車内で手術はしない、感染力の強い病気の患者の輸送は行わないとの条件で合意した。救急医療活動において、九州新幹線を活用した例として、以下のような事例がある。東京方面へは、九州新幹線の車両が、JR 東海の車両規定の都合上、東海道新幹線に乗り入れできないため、基本的に、 岡山駅か広島駅始発の望のみに乗り換えを計画して行っている。理由はこの二駅はホームの構造上移動が簡単にできるためである。佐川急便と JR 九州は2021年5月18日から九州新幹線博多駅鹿児島中央駅間で1日あたり上下1列車ずつ福岡市と鹿児島市の間の宅配便荷物輸送の 火却根菜事業を行っている。通過する自治体広報資料、プレスリリースなど一時資料国土交通省、国事鉄道、運輸機構。ありがとうございます。